おはようございます。初心者のための沖縄空手講師佐野一郎です。今日も一緒に空手の稽古に入っていきましょう。ここ最近空手の動きを使った護身術ということで、捕まった手を外すとかね、羽交い締めにされたのを外すとか、そういった稽古をしてきました。今日もその一環で、ちょっと今までやったのを振り返りながら、ちょっとだけ発展させた形で今回お伝えしようと思います。このシリーズ始めた時、この護身術ということで、お伝え始めた時に最初の頃やったの覚えてるでしょうか。腕を捕まった時に、相手の掴み方によって、どっち側かっていう、ね、ことをやったと思うんですが、相手のこの腕の使い方、肘を出すとかね、相手の方に近づいていくとかっていうことで捕まった手を外すんですよというやり方をお伝えしました。こういう外し方だったり、あとはこの肘を突き出すようにこういう風にね外す、覚えてるでしょうか。こっち側から捕まってるのか、こっち側から捕まってるのか、相手の手のこの空いてるところですね、掴んでる手の空いてるところ、ここがどこかで外し方が違うんですよというお話をしました。もしこの動画から見始めた方は、ちょっと過去の動画振り返って見てみてください。やってますのでね、相手に捕まった時の外し方。で今回は、その続きです。じゃあ捕まりました、捕まった相手の腕を外すことはできました。その後ですよね。捕まるには何か理由があるわけです。捕まって、連れて行かれそうになってるのか、捕まった後殴られそうになってるのか、捕まって投げられそうになってるのか、いろんなね、場面が想定されるわけですけども、とにかくこの捕まった状態、捕まりっぱなしじゃいけないので、外しましょう、逃げるために外しましょうということで外し方をお伝えしました。が、しかしこの相手が自分をどうにかしようとしたり捕まえてるこの状態、外したからといってその場から果たして逃げ切れるでしょうか。捕まえる側の立場に なってください。捕まえた、連れて行こうとしている、もしくは捕まえて殴ろうとしている、ね、捕まえてそのままこう倒そうとしているとかね、いろんな意図があって掴むわけです。で捕まった手をね、相手はもちろん捕まった手を振りほどかれるということは想定してないでしょうから、最初びっくりするかもしれませんね。パッと外されたね、びっくりするかもしれませんが、こっち自分の立場、捕まった手を外すために近づいてますよね。相手にこう逃げるためにこう引っ張るよりも、むしろ近づいた方が外しやすいんですよということをお話ししましたので、この技を使ったのであれば、相手にむしろ近づいてるわけです。近づいた状態で相手の腕を外してる。じゃあ捕まえてる相手どうなるか、当然ね、外されると思ってないんでびっくりはするでしょう。でも相手は近づいてきてるわけです。じゃあまた捕まえてしまうとかね、殴ってしまうとか、次の行動に出るはずなんです。なのでこの外したからといって安心できるわけじゃない。外した後速やかに逃げる必要があるわけです。じゃあ外してむしろ近づいてるのに、じゃあそこから背を向けて逃げられるかといったら、これもなかなか難しいでしょう。というのでその続き、なので外した後どうするかの部分まで今日お伝えしたいと思います。じゃあまずおさらいでね、こう捕まってます、こういう外し方をしたとしましょうか。こういう外し方にしろ、こういう外し方にしろ、ね、むしろこう体を相手の方に寄せていくので理屈と同じです。この時相手に近づいていって外すんですよというお話をしましたが、この近づく時に相手の足を踏みつけてください。相手の足を踏みつける、踏みつけた状態で腕を外すわけです。そうすると相手の足はもう固定されているので動けませんね。この固定された状態で外して押してしまえばいいんです。相手を外した後押す、相手は足を押さえられてますから、押された時にもう倒れるしかないわけですね。後ろに下がることできませんから、もう足ロックされてますからね。この状態で肩を押されると倒れるしかないわけです。でこのできた隙に自分は安全にパッと速やかに逃げるという護身術の方法です。なので、前回の動きにプラスして覚えてください。この腕を外す、この外し方をまず覚えてもらいました。わからない方はちょっと過去の動画振り返っておさらいしてみてください。でこの外す時に相手に近づきながら外すわけですが、その近づく際の踏み込みの足で相手の前に出てる方の足を踏みつけてください。踏みつけながら外したらそのまま押して自分は逃げ切るという技の使い方です。覚えておいてください。ただし、こういった技
護身術、覚えておいて損はないことなんですが、こういった技を使う場面が来るということが、そもそも護身の精神がなってませんのでね、こういった技が使わない、覚えても使う機会がないということが、もちろん一番好ましい、それも同時に覚えておいてください。今回以上です。ありがとうございました。